はい、皆さん、こんにちは。連続ウェビナー第2弾、帰り見られない熱帯病との戦いにおける医薬品アクセス拡大の課題へようこそ。このウェビナーの主催は、日本帰り見られない熱帯病アライアンス、JAGNTD です。講演は、グローバルヘルス技術振興基金、GHIT ファンドです。私は、吉岡幸太と申します。助教として、 長崎大学学熱帯医学研究所に在籍ししていいいまますす皆さんお越しいただきありがとうございますこの連続ウェビナーでは、アクセス課題 NT、NTD、り見られない熱帯病という文脈で話をしてきました。これまで6回セッションをしてきまして、今回が最後の回となります。前回は2月でしたけれども、そこでは、 特許プールというものを潜在的な考え方として NTD の薬品に適応できるんじゃないかという話をしましたこの HIVAIDS コロナにおいてもこの特許プールがうまくきているようですので NTD の中でも状況によってはうまく適応できるかもしれませんというわけで共同モデレーターのアイザック氏にお聞きしたいと思いますが 前回どのように思われましたかではお願いします。自己紹介と一つ学んだことをお伝えください。はい。吉岡先生、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。私はアイザックと申します。グローバルヘルス技術振興基金で投資戦略を管轄しています。今回は知財権 というものが必要不可欠のものとして技術革新には必要だということでありました。前回は MPP ・医薬品特許プールから話を聞きまして、この知的財産権というのは障壁ではないということですね。うまくいっている、例えば肝炎だったり、HIV、コロナにおいても成功を収めることになると思います。というわけで、これは十分可能な。 システムだと思いますので、さらに多くの企業、イノベーターが MPP 特許プールのような組織と協力をしていただけると願っています。できるだけアクセスを最大化して、どういうふうにすれば知的財産権特許というものをさらに社会に還元できるのかということを考えてほしいと思います。私としてはそのような学びがありました。つまり 知財というものをさらに有効活用できるんだという話があったと思います。はい、ありがとうございます。知財権というものが一つレバレッジになるということでしたね。で、私からの学びはこうです。特許プールがうまくいく場合としては、まず市場がないといけないですね。ジェネリック、えー、薬品もそうです。NTD においては市場がまだ、えー、十分に開発されていません。 ですので、すの誰が医薬品を買いたいたか、どれぐらい買いたいかどれぐらいの値段で買うかということがまだはっきりしていませんそのような認知が市場の中で醸成されていないと特許プールはそこまでまだフル活用できないかなという感じがしますでは誰が医薬品を買うかというところが本日のトピックになるわけですね資金調達の話になりますというわけで では、お伝えしました通り、こちらが最終回になります。で、本日は、資金調達、ファイナンスの話をしていきます。こちらが一番難しい課題かと思っています。一方で、非常に興味深いところでもあると思っています。というわけで、私たちが今日答えたい問いとしては、 どういうふうにその資金をいろいろな疾患領域に割り振れるか、どのようなステップを踏めばアクセスが拡大できるのかという問いです。まあ、簡単に言うと、誰が何に対して払うのかということです。というわけで文字通り、まあ、ミリオンダラーの問いだと思います。 もちろん今日の話で解決することはない大きな問いだと思いますので、ですが一方で議論をするべきだとは思っています。というわけで、まずは2020年の報告書が出ていますので、資金調達の全体分析、NTD 医薬品へのアクセスはどうなっているのかということを見ていきます。ユナイティングエフ o r t 新技術、 そしてアクセス提供の共同というところから出ています。本日の発表者の一人もそこに協力をしてくれている方です。ではまずはセシリア・オーさんをご招待します。アクセス提供のための共同 ADP からいらっしゃっています。セシリアさんからは2020年の報告書の結果を話していただきます。アクセス、そして提供のパートナーシップ。あとは新技術。 アクセス提供の強度というところの活動についても報告いただきます。ではお願いします。皆さん、こんにちは。ご紹介ありがとうございました。非常にお呼びいただきまして嬉しく思います。私としても最初の基調講演ができて嬉しく思います。アクセス提供の強度、パートナーシップという話をさせていただきます。 アクセス提供のパートナーシップはご存知だと思いますが、これはいろいろなプロジェクト、GHIT ファンドも管理をしていただいています。吉岡先生がおっしゃったとおり、共に協力をしておりますし、この誰が何を払うかという複雑な問題を紐解いていきたいと思っていますので、今日は面白い議論ができると思っています。まずは画面共有をしていきます。そこから発表を始めていきたいと思います。 では始めていきます。おそらくこれが最後のウェビナーだというふうに聞いておりますので、皆さんも課題についてはご存知だと思います。NTD についてはこのようになっていますが、これまで多くの医療進歩がありましたが、まだまだ課題が NTD にはあるということですねで。そして2つ大事な点があります。1つ目としては、 医療技術、必要なものはまだお金が高すぎる、もしくは買えない状態にあるということがあります。これはすべての要因があります。例えば、技術革新の制約があるとか、もちろん特許プールの話もありましたけれども、状況としては、例えば独占、寡占があったり、価格が高すぎたりすることもあるという問題がアクセスにはあります。一方で、別の課題としては、 あとは法律、調達、流通、このような体制が整っていないという問題があります。これらがすべて役割を持ってアクセスを提供していく、NTD への医療技術を提供していくということになります。で、コロナ禍においても分かった通り、技術を提供するためには、 医療体制が本当に機能しなければいけない。ちゃんと強固なものを持っていないといけません。平等なアクセス、そしてこれらを本当に提供していく医薬品、ワクチンなどを必要な人に提供していかなければいけない。これはコロナ禍であったとしても、そうでなかったとしても、NTD でも同様ですね。というわけで、これが私たちの背景になります。ADP の背景になりますが、一つ、 はっきりとお伝えしておきたいのがこちらになりますが、どういうふうな手法を持っているのかというところをお伝えしたいなと思っています。まずは、パートナーシップ、えー、4大体います、UNDP、WHO、TDR、そして PAS という団体が、組織がいますけれども、これで国の医療体制を支援したいと思います。 さらに統合的に例えば方針だったり政策だったりシステムそして人的要因というところも支援していきたいと思っていますこれは多分野に及ぶ人々の調整があって医療システムが効率的に提供されると思うからです ADP と呼んでいますけれども9カ国注力していますブータンブルキナファソガーナインドインドネシアマラウイセネガルタンザニアタイです これらの諸国においてさらに医療体制の増強そして支援というものを統合的にやっていこうと思っています。また、えー、何々諸国間の学びというものを大事にしています。経験、学びの中でそれらを取り出して諸国間でグループとして学ぶということを、えー、メリットとして考えています。ではここで事例を共有します。統合的に、 体制強化というのはどういうことかといいますと、まあ、いわばアクセス提供のバリューチェーンというふう,な、えー、ふうに呼んでるんですけれども、これによってお伝えしたいのは、アクセス提供の問題になったときには、いろいろな機能の話を進めるんですね。 例えば、新薬、ワクチン、そして診,療診断薬が廉価でないといけないですしまずそこに体制があるか政策があるか調達がサプライチェーンが供給網が成り立っているかということを考えますしでその最終的にも安全監視というものが製薬会社からも必要になります。これが強いいい状態で機能していないと確実に 副作用などが新しい技術でも出ないようにするということができませんので大事になりますというわけで多くの部門多くの方が関わってきます本当に実効的なアクセス提供を目指すのであれば必要になってくるということですではどのようなアクセス提供の戦略を持っているかというところについてですがこれははっきりとありますけれども 国の基盤がまずないといけないといいいとととけうことです国の中でそして医療体制でどうなっているかというところをまずは理解しなければいけません。多分野での調整が必要だとは申し上げましたけれどもこれはもちろん えー、結核、えー、マラリア、NTD、えー、伝染病、感染病だけではなくて、えー、コロナへの、えー、国の対応ということも関係してきます。これからの将来のパンデミックなどにおいても、えー、役割を果たしてい,けないかなければいけないシステムとして強固なものを作って、先ほどの、えー、必須の、えー、機能というものを果たせると思います。であとはどこに どこであればデジタル技術を医療体制に組み込むことができるかということですね。さらにデジタル医療技術を介入させていって進化させられないかということを考えています。国のレベルでまずはキーとなる優先事項というものがここにあります。というわけで基盤として考えていますが一方でグローバル、国際的にもまだまだニーズがあると思っています。一致団結しなければいけないと思っています。でですの ADP 我々は ファンド、そして日本の政府とともに協力をして、まあ、グローバルな基盤を調整するというふうに言っていますが、この考えとしては、まずは結集することによって、いろいろな関係者がいますから、イノベーション、アクセス、えー、提供のこれは、えー、一つの連続体と考えてです、ね、何をすれば一致団結できるのかとかいうことを考えます。 どういうふうな共通の課題があって学びがあるのかアクセス提供への制約が何なのかということを理解しようと思っていますでは目的についても話をしていきますこれはまた後ほど話したいと思いますがアイデアとしてはまずは出資者ドナー社寄付者あとは開発協力協定などを考えながら製品開発をしていきたいと思います一方でアクセス提供の関係者も 集めたいいと思っていますこれが鍵となってアクセス、えー、提供の問題を解決してくれるからです。そしてアプローチとして ADP はこのようなことを掲げています。4つあります。1つ目はコーディネーション、調整ですね、協調です。いろいろな分野が関わってきますので、それらをどういうふうに戦略的に統合するか。 どういうふうに統合すればいろいろな問題を各分野で対応できるかというところです。あとはどういうふうに学ぶかということです。えー、最終的に集団としての行動を取りたいわけですからまとめていきますとこの辺りがゴールとして持っているということになります。それからまた私どもが本日のコン,コンテクトスでお話をしていきたいと思いますけれども、明確にこのコンテクト 共同としてのこういった現在の優先順位というのがありまして共同でやっていくということでもうこれからもっと話すんですがどうやって。 まあ、こういった持続可能な、この、こういった資金調達の戦略を NTD に対して行うのか、それからアクセスや、そう、提供を研究開発のプロセスにおいて実現していくのかということを薬剤に対して、こういったことのコンテクストで見ていきますと、もっと先ほど言った話し合い、話に戻っていくわけですけれども、より良い、 考え方が必要だと、まあ、資金調達やファンディングの戦略をきちんと考えていかなければいけないも、ま、し効率的なアクセスと提供というところを考えますともう全体的な、まあ、どのようなものをやらなくちゃいけないどこからどこまで国家的なそしてグローバルなレベルで徹底徹底やっていく必要があるということ以上がまあ10分のプレゼンになると思うんですけれどもちょうど10分ぐらいになるかと思いますが。 まあ、コンテクストとして内容的に文脈的に ADPGHIT ファンドや日本政府が共同して、えー、このグローバルなプラットフォームで、えー、みんなで、えー、共同して、えー、一緒に統合して協力することをできるということで、えー、私たちが希望としてはこの この資金調達を NTD にどのようにしていくのかというようなことを、えーこ,のえー、この3社の中で見いだしていきたいと思います。では、えー、ご清聴ありがとうございます、えー。吉岡先生にお話したいと思います。非常に簡潔で、えー、身になるお話でした。ありがとうございます。で、レポートのコンテクストは理解したということで。 ローヒットさんがプレ,プレゼンテーションを行うということで非常に役立つなと思います要となる要素ですね資金調達に関してローヒットさんどうぞ参加くださいありがとうございます で本日読んでいただきありがとうございますこのようなリポートについてお話す機会をくださってありがとうございます皆さんありがとうございます読んでいただきありがとうございました本当にこのレポートについてお話しできて嬉しく思います とということでまず、えー、このレポートに関する、えー、手法ですけれども1990年代2019年から2020年の頭ぐらいですね後半から頭2020年頭ということで、えー、レポートの考察というのが今日と、えー、関連があるということなんですけれども課題と またチャンスですねコロナウイルスのパンデミックにおけるそういったところをお話ししたいと思いますパブリックセクターのみということの介入してますこういった医療技術についての改善に対する投資について研究したととプライベートセクター民間セクターと でまあ、こういった、えー、この新規が増えているんですけれどもこういった新,新興の、えーパラえー、民間のセクターだただし本当に最終的に今回は公共部門のみの調査を行っています。基本のファイナン資金調達ですねパンデミック前についてまず第一に、えー、非常に不公平であるということ、えー、高所得の国このまあ30年のあ,たり,あた,たりに集中するということ。 が分かっていますで低所得国というのが、えー、結局は自前で、ねえー、支払うということ医療についてでこれというのが、えー、貧困にあえぐ人々にとっては大きな抗体になるということになりますで、えー、こうやってその健康を害するゆえに結果的にこういった、えー、このさまざまな国の経済発展の軌跡の中でなかなかそういった貧困から逃れられないと貧困の人が。 でこの中,め中所得めそして低所得の国々においてこういったさまざまなエネルギー危機や食事の危機にとともにこういった非常に持続か不可能な負い目を負っているということになっています。 こういうことで資金調達が難しい、特に医療システムに制度についてということでエネルギーの価格がどんどん上がっていくということ、そして政治・地理学的に緊張が走っている中でこういった私たちが必要な介入というのが難しいということで顧みられない熱帯病になかなか取り組めないというような現状がございませんございます、えー。コロナウイルスにに関関してでですすけれれどもそれに関する投資とということで流行国が投資を NTD に、えー、投資を集めるようになりました、このコロナウイルスによって。で、また、かつても、皮膚システムで頼らなくてもいいというような状況になっていますが、課題はあります。一つ目というのが、投資の追跡というのが難しい流行国でというのが、で、まあ 何が効果的なのかと、どのようなリソースを効率的に上げるというのが難しいということ、で予算が割り当てられて,ても、帰り見られない熱帯病について、多くの場合え、使われなかったり、時々それが他の医療,医療治療の優先順位に割り当てを変えられる、振り返られるということ。NTT においては え非常に大きなえ、この死亡率が高いということになるんですが、あ、罹患率は高いけれども、死亡率は高くないということもあり、別の医療ケアの優先順位に、えこの予算が割り当てられているというような状況がございます。現在、えコロナウイルスの前ですけれども、この、どうなえこの炎上供与というのが大きな役割を果たしておりました。 こういった NTD の,の,の,の寄付システムというのは重要な役割を果たしてなかったいやだんだんと少ない役割が少なく比重が低くなっていくというのが全体の考えです。 特に低所得国において、この、えーういうえー、こういった寄付の、えー、寄付による資金というのが大きな割合を占めているということ、60から80%ぐらいの高い率を示しているということで、中所得国に関しては、自分たちのリソースを制度に上げている国々だと、その割合が低くなっているということ。 このような医療の予算において非常に大きなこういった寄付の資金到達というのが大きいにもかかわらずいくつかのドナーファンディングが減っていると医療制度についてそれがだんだん小さい国々に寄付されるというようなことがなってますがパンデミックの後で えー、このマルチラタラルファンドということで、えー、この中立肥料の創達やグローバルファンドユニ、ユニタイド、ガビなどがリソースを NTT に、えー、寄付するようになっているということでで医療系、えー、医療テクノロジーで、こういった医療制度を改善するものに投資されているというのがあります。 でこの資金調達ですけれどもドナーのガバナンスとこういった開発国のガバナンスというのがあります。で,関係でこれまでこの政府ではない組織非政府開発銀行とかは世界銀行30年前から始まったというところで新しい開発銀行特に さまざまなこういった流行国のこういった開発銀行というのが大きな役割を果たしております。 ビルビそれから事前事業、ビル・アンド・メニンガ財団、ゲイツ財団ですとか、そういった業法公司のセクターにおけるこういった非国家的なファンダーとパートナーシップがこういった注力が目覚ましいというのがあります。マルチ・ステークホルダー・パートナーシップということで、このアクセスと提供を拡大するようにしています。主要な製薬会社 特に薬剤の寄付ということで大,きな大量に薬剤が投与できるようにするとこの20年の間にこういったことが発展し。えー まあ、撲滅ということであのそういったことに近づいているというのがあります。えこのえ NGO とかえ製品開発のパートナーシップということでえ製品を開発しアクセスとえ提供と世界中で最もそういったアクセスや提供が難しいところに提供していくことに貢献しています。ここれによよってどののううなビジネススチャンスがあるのかということいを コロナウイルス2のパンデミックでどのようなことが考えられるのかと新しい寄付者という寄付をする人の可能性があるということでこうやってアクセスと提供ということに貢献してくれる可能性があるということで大きな疾患、えー、負担がある国 というのがにとって非常に大きなチャンスだというのがありますより良い医療を目指すことのチャンスがありますブリックスの国々というのが投資の源で共同のパートナーの相手だとみなされてきましたけれども自分の NTD ということで国内においての対応もしなくちゃいけないそして自分たちの学びとを通してリソースや技術的な支援を他国にもお 行っていますパンデミックの後で今の緊張状態を鑑みますと残っている問題というのはまあ、こういった危機が続くのかどうかとそしてビジネスチャンスだと思いますまあ、このブリックスの国々における関係性と低所得国との関係性という中にビジネスチャンスがあるというのもありますコロナウイルスのパンデミック多くの低所得国でが危機に陥 でいましてこのの寄付ををするる国の側にか,らにから目を背けるという,ような状況がありました多くの低所得国,国というのが例えば、まあ、このあまり喜んでないと基準が技術いろんな技術が世界中での割り振りというのが不公平だというふうに感じていて低中所得の国々というのが自分のアプローチをしようとしていますこういった病気に関して。 こちらが本当にこのチャンスですね、国内のリソースを動かしていくということ、稼働していくということ、あまり多くの施設やアプローチやメカニズム、基準がなかったと NTD に関して、しかし、経験とかそういったアプローチをすること歴史となります。低中中所得国の中では いわゆる国内の目的税というのを取りまして資金を取引例えば携帯の取引ですとか こういった金融における、信託数ですが、金融における取引の中で目的税というのを徴収していくと、そしてそれを特定の医療について予算を割り振ると、も、ま、しくは低中所得、多くのローンを行っています。これを集積して、リソースですね、ディアスポラボンドなどのようなソースを取って、 前もって計画してこういった課題に対処していくように使っていくことがあります他にも触媒的な投資というのがありますこの疾患の治療と予防を低中所得国において行おうということグローバルファイナンシングファシリティということで触媒的投資を行うということで低所得国が このアクセスと提供薬剤に対しての支援をするということ。これからデッド・トゥ・ヘルス・ワップスということで、このような、この、この借金にあえぐ国々において対応していく制度投資というものもあります。そしてそれを医療に割り当てます。最後にトレンドとして、この 中低中所得国においてえ地域やえ自,自治体自体が今このような顧みられない治療に対するえケアにえ投資するようになっているということですままたボランティアのの貢献というのあります。<laughs> 地元の自然科や地元の国会社というのが行っていく消費者の寄付ですとかプロダクトレッド、まあ15から20年前にスタートしたもので非常に役割をこういった医療アクセスに対して大きな貢献をしています現在新しい組織も出てきていますまた送金というのも一番大事な役割ということで経済発展を低中所得にするために貢献しています。 構造的,的なゴールやだけでなくこういった単体の家庭だけの支援だけでなくこのように全体の支援をしていくというのがあります。で、えー、この、えー、民間セクターの、えー、この提供ということになりますけれども、えー、この公的なセクターが、えー リソースを民間セクターに投入することによって、パイロットの医療制度の革新を行ってきたりとするというようなことがあります。他の企業というのもあります、民間セクターが提供できることが、このレポートにまとめられています。そして、自費で払っていけるようにする一方で、政府の資源、マイクロ保険などを使ったり、 あとは地域に根差した健康保険などがルワンダなどの諸国においては使われています。コロナの話をしていきます。もちろん多くの経済家計もコロナ禍で影響を受けています。そして低所得国は特に強く影響を受けていて、アクセスなどが予防診断治療などから阻害されているので、NTD の問題に対処することができないというふうになっています。 なので、諸国への支援については、まずはそのコロナ禍から逃げ出すことが大事だと思っています。で、1年半前にですね、グローバルなファンドができていきました。HIV、結核、マラリアなどを撲滅していくためのファンドができました。システム的な会計、処理というものができるか分からないですが、同じような影響を与えられるのではないかなと思っています。 ですが、ここまでの20年の進歩が水の泡になってしまったというのがこのコロナ禍における影響です。他にも傾向がコロナ禍においては資金へのマイナスの影響を生じています。ドナー国なども多くの資源を使ってコロナ禍に対応しようとしています。それによって NTD への資金が行かなくなってしまっています。定 低所得国などにおける融資の寄付なども少なくなっていたり送金などもコロナ禍においては減額しています新しくこの時代においてワクチンなどへの不平等と信頼低下というものがあります特に低所得国においては人数を満たせていないんじゃないかという不信がありますさらにコロナ禍に対応できるような体制が必要ですし 食エネルギーなどの危機がすでにあるわけですので、このようなコロナ禍においては、NTD が少し軽視される傾向があります。で、最後、指摘しておきたいのは、この報告書の中では、効率性も取り扱っています。いくつかの介入行為がありまして、低中所得国と、寄付国、そして多分野の開発銀行などがアクセス提供に共同しています。 これらの資源を寄付、政府から、そして地域社会などと協力をしながら、多くの方にアクセスを提供したいなと思っています。はい、ありがとうございました。はい、ロヒットさん、ありがとうございました。非常に多くの思想というものが、この報告書に入っていると思います。で、指摘された点としては、まずは、不信があるということですね。コロナ、ワクチン。 にはい、ありがとうございます。というわけで、アイザックさん、いらっしゃいますかでは、議論を始めていきましょう。はい、ありがとうございます。吉岡先生。セシリアさん、ロヒットさん、ご発表ありがとうございました。g ヒットも、えー、この報告書の作成に携わりましたし、非常に興味深かったのが、 コロナ禍前そしててて今と比べてどうなっっいるかかが興味深かったですこれまでの話がどれぐらい関係しているかもわからないぐらいですけれどもそれぐらい変わってしまいましたねでまずはコロナ前であれば投資額を増額して流行国 に対処ができるようにしていこうという話がありましたよねと、NTD のロードマップも加速化されていたわけですね、それによって国内投資が活発化していたわけですけれども、あとは、えー、寄付国の資金調達なども重要だったということで、えー、現状維持というものがありましたが、これはそのまま続くんでしょうかと、コロナによって、まあ、不平等にこれまでの寄付国への影響が大きくなってきています。 他の国においてもちゃんと体制が整っていて、流行国に対して低所得国に対して支援ができるかというところには寄付額にも限界があると思っています。もう一つはご指摘ありましたが、これは継続的な取り組みである一方、どういうふうにすれば NTD に適用できるのか、これ,がこれからも 資源を投入されなければり見られななななけばらいいいままなんじゃないかととうことですねでは、今何をするべきなんでしょうか。もちろん、コロナ後の世界ということもありますし、NTD というものは、まだこれからも顧みられないかもしれません。変わらないかもしれません。じゃあ、どういうふうにすればいいのか、今何をするべきか、ここについて聞いてみたいです。今までの経験、報告書ができてから、これから、これまで、どう思いますか。はい、ご回答いただけますか。 はい、いくつかあります。まず1つ目、これはセセリアさんにも話していただきたいんですけれども、まずはどういうふうなニーズの溝があるのか、そしてそれを全体像を描かないといけないですね。コロナ後の世界については、NTD どうなるかというものを、地図を描かないといけないです。 え、過剰書きにしてですね、こういうふうな課題があるというふうなことを明確化してくれました。え、例えば結核、マラリア、HIV などにおいては進歩がありますので、NTD においてもどれぐらいのダメージがあるのかということがわからないといけない。が、こういうことがある、課題があるので、投資回収の計画というものが政府間などでもまだ難しいと思っていると。あとは2点あります。1点目としては、まあ今の時期としては、 世界保健機関、他においても議論していると思いますが、このコロナ禍においての対策、対応というのはどういう定義なのかということですね。なぜ NTD が入っていないのかという理由はあると思いますが。 まあ人工的に区別をすると。例えば、こういうふうな課題だと思っている諸国がある。一方で、低諸国,国にはこういうふうな課題がある。また別かもしれません。新しい資金調達の方法もありますよね。気候変動などにおいては、NTD はまだまだ影響が大きくなっていくだけでありますし。 こういうふうな疾患、適応というところが重要になっていく。これは気候変動を考えても同じように捉えることができると思います。はい、セシリアさんはどう思いますかはい、ありがとうございます。今言われた点についてですが、資金調達、コロナへの準備、対応ということについて話したいと思います。今の人道危機というものもありますから、 少しバランスを取って資源配分ができればと思っているのが一点で重要なところはですねまず資金調達をしてコロナに対応するこれはできるだけ広くやっていきたいと思いますもちろんあの効率的効果的なコロナ対策をするためには将来のコロナ禍、えー、パンデミックも見据えなければいけないわけですね これは医療体制の機能ということをずっと言っているんですけども、しっかりといろいろな分野において医療体制が機能しないといけないですよね。じゃないと医療体制というものは手遅れになってしまうと。ここは非常にはっきりとしていると思います。というわけで、何をしなければいけないかということは、コロナ禍において、どういうふうなことに資金調達がいるかというところにおいては、まずは製品開発、そして研究開発、これは非常に重要です。一方ではっきりと 必要なののが医療体制の強化ですねここも一つ大事な要素になります。ですので、重要性においては同様に重要なことです。ここ、医療体制の増強においても資金が必要だということです。で、気候変動についてもありました。ここでも同様に、ロヒットさんが言われた通り、医療への影響というものはあると思います。 ここで考えていくべきは、医療体制は何が今必要なのかということですね。え気候適応とかえ、気候変動の危機などを考えるときにも、私たちにもチャンスがあると思っています。例えば、この定義をしているから、こういうふうなことが必要だというふうにわかるわけですし、それをできるだけ広く定義していく必要があると思います。これ逆にはチャンスなんです。で、これまでも多くの証拠が出てきています。つまり、 ぜいぜ性というものが NTD の患者にはあるわけですよね。NTD を持っている方はコロナにもかかりやすいという脆弱性があるわけです。それを考えていくときに、どういうふうに資金調達の仕組みを作ればいいか。であとは、製品開発、研究開発を考えながらも、医療体制も考えないといけない。それが全体像の要素に絡んでくると思うんです。はい。セセリアさん、ありがとうございます。 お二人ともおそらく感じられていると思いますが、まあ、誰かが何,何が負担だとかどの国が負担だとかいうふうなところは、えー、ロヒットさんが指摘されたところと思います、えー、あとはその包摂性というところが、えー、セシリアさんが言われたところだと思いますより包括的に、えー、見ていかないといけないというふうな議論だと思います 例えば NTD も包括的に見ていかないといけないという話になると思います。で次の質問は、えー、ロヒットさんが言われたところ、えー、グローバル基金などに関わってきます、ユニットエイドも、えー、国連でありますよね。あとは、えー、NTD も、えー、その対象範囲に入れるかどうかの話ですが、このふうな触媒的資金調達も入れれるかどうかという。 可能性についいいてて考えてみたいと思いますこれは先ほどもありました通り多くの声がすでに挙げられています抵抗勢力もありますし、えー、問題は簡単ではないんですがどういうふうに思いますか現実性としてはあるんでしょうかつまりすべての疾患領域は NTD で対象になるんでしょうかまだ資金調達の必要性としてはまた諸国ではしない 10億,円10億人以上が NTD で影響を受けているわけですので、数字はちゃんと出てきているわけです。どういうふうにグローバル基金など、ユニットエイドなどが資金調達をしてくれると思いますかこれからはどう思いますかまずはセシリアさんに聞いてもよろしいですかはい、難しい問いだと思いますね。私にやってきました。これは私たちすべてが NTD について取り組まないといけないということです。 で組織 NTD、UNDP、国連開発計画なども責任を持って、枠組みをつ作っていかなければいけない、作業部会も作っていかないといけないわけです。今までやってきたような方法でやっていかないといけないわけですね。さらにアプローチを広く取っていかないといけません。もちろん、今までも言ってきましたが、例えば垂直的に縦割りで疾患療育だけを見ていくという,ふうなことではいけません。 つまり、グローバル基金の方も見せてくれたのは縦割りではだめだということですね。つまり、合意を取っていくために、疾患ごとのアプローチであれば効果的にはなっていかないということですね。で、コロナ禍の前後においては、さらに私たちも一致団結して、NTD の疾患領域をまとめていく、そして学術団体、 これからのパンデミックなどにも包括して考えないといけないということですね。すべての関係者がこういうふうに包括的に考えないといけないわけです。研究開発も同様に考えないといけない。こちらにおいては、はっきりと1つの製品を1つの疾患に対して考えるのではなくて基盤技術して考えるわけですね。そういうふうな思想が必要なんです。どういういうにすれば ただ単にコロナ禍だけじゃなくて、疾患というもっと広く考えられるかということです。アクセス提供という観点からしますと、はっきりとした議論だと思いますが、どういうふうにすれば、縦割りの疾患対応ではなくて、全体的な医療体制の機能を考えられるかということですね。例えば、政策だったり、そこから提供の、本当に現場のところにまで落とし込めるかという視点が大事です。 一つの規制が一つの疾患に対応するというふうな一対一ではなくて一対全でないといけないわけですね。というわけで私も責任を持ってやっていきますがあのただ単に出資者だけで話をするのではなくて政府関係者にも話をしなければいけないしできるだけはっきりとコミュニケーションをする必要があります。これは おしゃべりだけではだめだと思います。一方で、実践に落とし込んでいかなければいけません。それは、アクセス提供パートナーシップ ADP で実践しているところです。規制体制、規制というものは、ただ単に薬事承認をもらえばいいというわけではありません。 それだけではなくて、本当に医療体制の増強が必要なんです。そのためには評価が必要ですし、安全品質を検討しなければいけない。多くの医療製品についてそれが必要なんです。これ、つまり今まで話したこと、医療体制のすべてに関わることです。まあ、基本的にお伝えしたい内容としてのは、責任を持ってやっていこうということです。この進路を変えていかないといけない、そして広い道にしていかなければ、最終的に投資回収ができないというふうになります。では、ここで一回止めます。 ありがとうございます、セシリアさん。確かに、実際、疾患ごとにやるというのはうまくいかないと思います。えー、視聴者から、えー、聞いているもの目と一,一つ一つ、疾患の一個一個に対するアプローチということで、医療制度が、まあ、どんな疾患であろうとも対応を、して全体に対応していかなきゃいけない、一つ一つの疾患ごとというのでなく、NTD だけでなく、優先順位が高いものについてやっていかなくちゃいけないということ。 非常に興味深いご回答でした。ありがとうございます。ローヒットさん、いかがでしょうか。何か追加されたいですか さっとお話をしたいと思いますいくつかの例がありますあのパンデミックコロナの前には、まあ、シャーガスガビンですね、まあ、こういったあの狂犬病のワクチン導入などを考えていたというようなことで最後の質問に対してお答えしますけれどもこのグローバルヘルスプラットフォームという中で、えー、この対応を前もってこういったパンデミックの前に準備をするというようなことそれからまた その役割が特に除外疾患を特別に除外すべきなのかとかっていうようなそういった話し合いがありと思います。なので、まあ、このパンデミックに対する準備というのを見ていて特定の決定をこのええこういった財務のえツールでやっていかなきゃいけないということを多くの あのこういった対応ですけれども、パンデミックに対する要となるのは、まあ、なるべくどれだけ広くあのカバーするのかと、将来的なえこういったえパンデミックの勃発に対応するだけに限らないとしても、なとにかく準備対応システムをつ,つ,つけていくで、コロナウイルスから起こってきたことということ、そういったニーズを見てやっていかなければいけないということがあると思います。最後に,非常に 効率性です、ね、このアクセスと提供におけるコストについてですねさまざまなコスト効率というのがそれぞれあるので、まあ、こういった資金調達の医療システムにおけるものと効率性というのがあると思うので。 まあ、こういった架け橋となる投資について、NTD のスペースにそういう架け橋とな,るなりうるものだと思います。全体的な反応から見て、そういうものだというふうに思います。例えば、コロナウイルスにおいて見えてきたことっていうのが、まあ、治療を まあ、免疫化だけでなく、免疫をつけるというだけでなく、対応していくこと、多くの国については、医療制度を強めて、こういった縦型のアプローチではなくするというのがあると思います。このような NTD に対応するシステム、やり方があると思います。 私たちが進化していると思います。NTD というころからえ、大量薬剤投与といったところで、でよりえこの洗練されたアプローチをしていく必要があるところと、医療制度への投資、セシリアさんが言ったように必要になってくるということですね。これそれによって新しい技術にえ手で届かなかった人が届くようになるというふうに思います。ありがとうございます。この 特に、えーな、特別に、その除外しなきゃいけない疾患ということでいう話、そのお言葉すごく表現の仕方が気に入りましたけれども、まあ、意思決定をしなくちゃいけない、常にこういった疾患を排除していくということ、除外していくということ、それにつれを、 か考ええ方を変ななくてはいけないいけと思いますセシラさんが言っていたとき、まあ、疾患ごとに対応するのじゃなくどうやってこういった疾患がきちんとこういっ除外されているものについてもこの,、えー、このパンデミックへの準備ですとかこのようなファンディング資金調達のような際に除外されないようにすると必ず介入していくという対応をしなければいけないということですね吉岡さん何かか資本質問ありますかね。 寿司屋さんに質問があるんですけれども、とりあえず吉岡さんに先生にお渡ししたいと思います。はい、私が話をしたいのは少し国内でのリソースをの稼働していくということ。 視聴者からも質問がありましたので、私の質問としては、それは将来有望なんでしょうか、ローヒートさんが言ってたのに、言ってましたけど、国によって60から80%の資金調達が寄付別の国からの寄付に頼っているというふうに言ってますけれども、そんな状態で本当に資金がそういった流行国から得られるのでしょうか。 えー、ロヒットさんに、えー、回,答す回答いただく前にちょっと追加しましょう、定義していかなくちゃいけない国内というの資金調達、誰が資金を提供するんですかね、国内なのか、政府なのか、民間セクターなのか、自事前化なのか、誰かというのを定義づけしてからした方がいいと思います。すすまません途中に遮ってしまっててししそうですねアイザーから話をして 他の質問に対ししても答えしたいいと思います私の観点から国内のリソースというのは政府のから出てくるものですけれども、まあ、そのえ国の政府から連邦政府とかこういったえ医療制度がえこの分散化しているということでえ各地元の政府とかケニアがその大きないい例だと思いますインドネシアも今本当にこういったえ資金調達をローカルのレベルでやろうとしているというのが ありますえー、この送金というのも国内の資金調達の方法だと思います海外から送金されていたとしてもというのもその,のこういった多くの、えーこ,ういったえー、こういった各家庭での、えー、支払いということに根強く結びついているので中低所得の国々というのが慈善家とかボランティアとかに頼っている国というのがあるんですが。 こういった資金調達というのも、えー、このローンを使って、実際、えー、こういった資金繰りをすると、NTD の投資に対して、これ、コストではなく投資なんです。必ず経済的な成長と見返りというのが期待されている。そういった意味で、こんなこの資金調達のいう意味で、これから拡大が見込めると思います。まあ、これ、に両面があると思います。認識のデータですね。えー、多くの国が さまざまな危機に直面してます。コロナウイルス、コロナ禍において、えー、このエネルギーの価格や食,事、えー、食費の,、えー、この値上がりというようなことで、USNG がそっちに上がってきます。でも、中長期的に見ていますが、多くの例があると思います。さまざまな国の目的税を使って、 で資,産を直接資金を直接調達して特定された優先順位のあるものに資金を流し込むということ予算の割り当てを資金調達した資金から出すというようなことで私たち自国だけでなく本当に まあこの政治の機能ですね、そして認識,を認識の度合いを上げていく正しい人たちがきちんとそういった投資をしていくというので、実現可能になると思います、まあ、これがどうやってリソースを増やすかということ、主要なこの日本での EU。 そのほかでもですけれども、罹患率とこの死亡率を見極めた上で最も高い負担率、負荷率があるところを見ていかなければいけない、リソースが多いものというのが、NTD に投資をしていきたいと、優先順位として挙げていただきたいというのがいます。経済成長が上,がっ上り調子になっていければ、リソースがそういったところに流れ込むというようなことがあると思います。よろしいでしょうか。 ありがとうございます。セシリア、何かお,しお言葉、ご意見があったんでしょうか。いえ、ローヒットさんと全く合意したいと思っていますえ。この医療制度の楽観主義ということでえ、こういった国内のリソースを動かすということは可能になると思います。今、私たちがやろうとしていること。これは ADP と g h i トのファンドと関係ある、そして日本政府が共同して、 WHON と NTD の部門と共同して投資をする事例があります。政府が考えて、まあ、実現可能性と、えー、この成功可能性というのを資金調達をする際に NTD に対応する際にそういったことも考えると長期にわたって。 もちろんこれはやらなければならないことなんですがこういったエビデンスベースね、きちんと確立して政府がこういったことを注意深く考慮して熟慮してもらいツールやさまざまなチャンスリソースの、えー、この稼働かということを、えー、する実現する上で考えていかなければいけないと思いますありがとうございますセシリアさん最後の質問ですけれどもよりもっとセシリアさんが消えちゃいましたね ADP の重力価格ということで、視聴者の中にどうやってこの ADP 国を選ぶんでしょう。前にもこの話はしましたけれども、この視聴者のために少しご説明をいただけますでしょうか。失礼です。 ちょっとラップトップにイヤ,イヤホンを入れなくちゃいけなくて、最初の部分ちょっとみあ聞き逃したかもしれませんが、あの理解が正しければ、えー、ADP の対象国、どのように、えー、選択するかという話だと思います。坊、えー、や、こんにちは、えー。で、こちらですけれども、すべてが疾患の負担、様々な疾患、私たちが調査しているものに対して疾患負荷を見ていくということ、既存の政府の 政治的な、まあ、にな、移行というのがありと思います。既存の枠組みで使えるものがあって対応できるものと医療制度の機能ですとか、えー、正直率直に言いまして、既存の,ああの、パートナーでこういった支援をしてくれる私たちがやっていることの、そういった非常に重要な部分、ADP においては、 まあ、喜んで協力したいというパートナーを探してくると、そして結果をお見せするということで、それによって示して、私たちが実証して示すことができるんです、こういう効果があると。で、他の政府が納得して協力していくようになると、まあ、長い話になりますけれども、私たちも基準があって、すべて疾患負担のから、 現在の政治的政府がどれだけやる気があるかということ、その年、ね、TD の対応、そして医療制度の強化に対してどれだけやる気があるかということ、そういったところから選んでいます。これでお質問のお答えになってましたか はい。私は質問、回答。前にも話したことがあるので、私も、私はもう理解してますけど、ADP の選択ということで、選択対象の国がどんな国なのかというような話をご理解いただけたかと思います。あと5分残っておりますけれども、吉岡さん先生に最後の質問と、この、今回のセッションのまとめをお願いしたいと思います。はい。ありがとうございます。 私のの方から最後の質問です簡単なグローバルヘルスの、えー、世界的な医療の,のはそのバ,ーテクスバイティカルアプローチや特典で疾患独特,特のアプローチサイロベースのアプローチではなくなってきているというのがあります。 個別ではないと。それから、あの、医療システムにとって、この、えー、パンデミックにた準備するというのは大事だと、大事なことだと思います。でも、NTT は絶対にパンデミックにはなりませんし、NTT は、えー、優先順位から、医療システムの、えー、優先順位からこぼれ落ちてしまうのが心配です。ちょっと懐疑的なんです。私が、こういったあの水平的なアプローチについて聞いたときに、少し懐疑的なんですが、皆さんはどう思われますか では、私から。で、え一方で、この難しい事例というのがあります。NTD、特定の NTD といっては、パンデミックにはなれないというのは、確かにその通りかもしれませんが、しかし、こういった寄付をする国自体にも言えますし、流行国に関しても明確に言えることだと思うんですが。 理にかなってると思うんです、リソース大きなリソースを将、将来的なパンデミックの準備っていうのは理にかなっているというふうに思います。 この何か将来的なものに備えるというのは大事だと思うんですね。多くの国において継続的にこのワクチンが全然あの少なかワクチンが十分でなかったりですね、ワクチン接種が、ワクチンが接種が全くなかったりというのがあったりするんですが、この NTD っていうのはこの日々の生活の中で対応していかなきゃいけない、そういう意味で必須のものだと思います。投資がきちんと行われてなるべくそういった,こういったすべ すべての他の介入、インターベーションに関して、こういった除外されるものがないようにしたいと思います。コロナリストの,のテストやえ治療に対する反応というのが、この、まあ、バーチカル、た縦型にはできなかったと思いますので。 多くの学びがあったと思います。この二重にやってて、HIV、結核やマラリアというようなことで、これは非常に、えー、このバーチカル、縦型のアプローチをしてたんですけども、なんでそういったアプローチがうまくいかなかった、そして包括的になかった、包摂的でなかったと、他の歯科に対して、その学びをこれから、えー、このパ、えー、ンデミックの準備という中に、NTD というのも含めていきたいという考えがあります。 そうですね、ローヒットさんに合意するしかないという,こと以外という意見以外は特にないんです。NTD は、まあ、何の理由もなく顧みられないわけではないと思うのですがしかし、まあ、楽観的に構えて何か一つでも学ぶことがあれば。 このコロナウイルスのギャップや失敗から学べがあるとあれば、この縦型のサイロ型のアプローチはダメだと、リソースを無駄に使うだけであり、この効率性や有効性も認められなかったというのがあったと思います。 何か一つでも必要なものがあって、その事例をでエビデンスベースで何か提供一つでもできれば、このうまくいかないのだと、そして、えー、この寄付をする人や資金,資金提供者や国家政府について、この NTD に対してリソースを使ってであの、私たちが言ったような対応をしなくちゃいけない、広く定義して医療制度を改善するアプローチをしていて、 でパンデミック、疫学といったようなイメてこういった今まで話している疾患すべて包摂するような対応をしていかなければいけないと思います。はい、ありがとうございました。多くの難題に答えが出てきたと思います。ありがとうございます。残念ながら今回は締めていかなければいけません。資金調達の話をしました。NTD へのアクセスの問題。 では、セシリアさん、ロヒットさん、今回はご登壇いただきましてありがとうございました。多くの方、まあ、ロヒットさんの報告書はどこにあるのかということを問われていましたので、またリンクをお送りしたいと思っています。はい、というわけで、今回のウェビナーにおいて、連続ウェビナーは終了を迎えました。今回の NTD におけるアクセス拡大の課題をお伝えしてきました。皆さんにとってお役に立てればと思っていました。思考の糧として、さらにはっきりとアクセス、 これれれ非常に複雑なな問題なので、ではっっききりとと考えれる、えー、お,お助けができればと思っていますで。アイザックさん、共同モデレーターに,つい、えー、に対してもありがとうございました。えー、GHIT にも、えー、講演していただきましたし、えー、ご参加の皆さんにも本当に感謝のお言葉をお伝えさせてください。皆さんのフィードバックをぜひともお伝えください。あとは皆さんの考え、次のステップはどう,いう,ふうにしたらいいのか。 というところを皆さんからもお寄せいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。では失礼いたします。